玉川習字教室の玉川雄豪です。今日はですね、日本習字生徒部小学2年生のですね、4月検定課題、こちらをですね、書きながら説明をいたします。今回の文字は正、正しいですね。はい、こちらを学んでいきます。はい、皆さんもですね、学年が一つずつ進級して2年生のね、課題を書くようになります。2年生の課題は漢字をですね、書くようになりますので、正しくですね、覚えて書くようにしてください。はい、この正ですね、ポイントがあります。まずは斜めに押さえて、ね、斜めに入って、そして最後斜めに押さえる、この、ね、方向、斜めの方向に注意してですね、書いていきます。そして右上がりに書く、ね、右上がりに書きます。この方向に注意します。はい、そして長さですね、1画目、2画目、3画目は短くて、4画目も半分ぐらいですね。そしてこの5画目が一番長い、そんなですね、長さに気をつけてですね、書くようにしてください。またこことここですね、はい、3画目の上下には同じぐらいのね、広さが空いてますので、そこも注意します。はい、赤手本ですね、こちらは裏面にですね、赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、最初にですね、こちらをよく読んでから書くようにしてください。それではですね、早速書きながら説明をいたします。はい、まず1画目です。はい、斜めに押さえて右上がりに行きます。2画目は立ててまっすぐです。あまり長くしないですよ。どこまでか、はい、このマス四角の半分のところまで。3画目はここ縦のね、半分ぐらいのところから、半分よりちょっと上ですね。書き始め、右上がり、同じ方向です。はい、長くしません。1画目よりも右に出ないようにします。4画目はこの3画目のね、横のこの左高さ同じぐらいのところから書き始めて、はい、右下に行くような感じです。はい、最後は長くしっかりと強く、ね、太くしていきます。はい、最後しっかりと止める、伏せるようにして書いて、最後しっかりと止めていきましょう。はい、このようにして書いていきます。